開けますよ、はい、せーの、おー、手際がいいこんな感じで、35分になろうとしているところですね。皆様撤収の方はね、撤収始めてます、ね、梅ちゃんと梅ちゃんはそこで遊びから帰ってきちゃいますね。で、布団干して、サップもここ待機させてて、ある程度撤収を始めてます。いや、いよいよこれを片付ける時が来ると思うとちょっと怖いですね。で、中で春くんはお友達と一緒にいっぱい遊んでます。はぁ、いい天気ですね。はい、梅田そう、うわぁ、ただいましょう。2週間ありがとうございました。で、先にポール抜く前に、しゃっくりは、いや、ここ閉めなくていいかな。うん、先に、ポール、ペグ、塗りよ。回収、そしたら、サイドケースに入れておきます。こういうのもね、全部純正でついてます。で、通常この状態なんですけどね、この状態なんですけど、もう1回目の設営以降は、よいしょ、このテントにつけっぱなしでいきます。で、ペグのね、この釘の部分、これだけをね、つけます。しかしこのワークいいね。ワークマン、カーゴパンめっちゃいいです。マジでいい、作業着いらずですね。こんな感じで、ね、入れて、これ結構忘れがちなんで、これ釣れずに、これかなり効いてるんで、これなくなっちゃうと雨漏りするらしいです。これ、ね、で入れて、でそろそろ倒壊するんですけど、先にこの入り口のポールを取ります。こんな感じでね、垂らしていきます。今からが面白いと思います。ポールのまずペグを、そうです、ペグ全て取って、でテンション緩めて、入り口の、それはあの入り口の、そうです、入り口のポールです。結構もう広げてこの状態にしといて、真ん中立てて、はい、ペッてしてペグったらもう完成なんで。それ今下に行ってる状態、そうです、ね、グランドシートは一応、まあ最初にこれグランドで打つってことですね。そうですね、今度は設営地にずれることない、はい、なるほど。で、あのペグってガイロップってテンションかけてるとポールって絶対動かないんですけど、子供が登っても大丈夫だったんですけど、あ、なるほど。今どっからも引っ張ってないんで倒れるんです。下はでも置いてるだけですよね、土台のところ。そうなんです、ご覧になられます。いや、見えなくなるので、ね、あの受け皿みたいなのがあるんだけども、それは地中に深く下がってなくて置いてるんです、ね、はい、ではどうぞ。のせくん始まるってさ、
まっすぐ入って、ちょっと休憩視聴者の人が分かりました。休憩だって。休憩時間ありがとうございます。また呼んでくれる。いいですか。いいですか、はい、いいですか、はい、外の空気ちょうど吸いたかったんで。はい、行きますよ、はい、せーの。おー、手際がいい。こんな感じで。これちょっと持たせないですか。あ、いいですよ。もうそうですね、スチールやね。そうっすね。そうでもないですね。でもしかしますね。1.5 ミリか何ミリか。スチールだったね。1.6 ですね。あ、1.6 です。感じは、あ、それぐらいかもしれないですね。そう、どうなんですかね。こう合わせてるんですかね。うん、そうですね。合わせて。合わせなんですか、それとも。いや、射出。射出なんですか、ね。じゃあ何だ、こそこにある。あ、あります。あ、ほんまや。うん、なるほどね。これやっぱり、テントじゃないですか。いや、でも、今からこれと。一人で立ってもらってこれ、いや、これは、これからや、これから。これからどうするか。これから、両サイドから4分の1ずつ折り込んで、最後は、どうだったっけな。忘れちゃった。ロープつけたまま？ロープもつけたままです。あ、ロープやね。うん、ロープですね。あとは、色はあのこの白しかないです。まだ他にもあるの。この色だけですね。これ以外ってなるとどうしてもコットンじゃなくなってくるんで、お色が。空気の抜かれたものかな。本当はここを開けといてあげて畳んだ方が空気抜けるんですけど、ここでシワになっちゃうと嫌だったので。なるほど。小さい手と空気ありますもんね、結構ね。はい、張り切らないですね。一回じゃ無理だな気がする。三回ぐらい？三回目にやって、ちょっと一回やってもっと米目に巻いてて。これが全部の入る。これがポールエーで、あちらが入れて入るバッグ。あ、これ？要するにこれだってさ、これに入れるのって。じゃあ入ります？入ろうかな。もし入んなかったらもう車に住む準備はして。一応チャレンジはしてみますけど。あ、初めてですか？ね、自宅で一回立てて、はい、で収納してるんで二回目ですね。ただ2週間張ってて雨も降って折りじわが取れるかなと思ったんですけど、取れてないですね。やっぱり生地がどんだけ厚いのかなと。高さも4メーターまでが 2.5、うん、で5メーターが3メーターで6メーターで3500になるんで、やっぱ頭の上の抜け感が、4メーターでも重量が30キロぐらいあるらしいんで、あんまり買わないだったらもうね、こちら大きいの。私のテントは 1.3 キロやから。すごい。山用の。ああ、うん、いいな。ちょっと対極ですね。あ、そっか、畳むのはもう2度目だから取らなくてもいいですけど、取っておきましょう。がこんなに楽しい撤収になるとは思いもよりませんね。心の負担が。いや、もう本当キャンプのちょっと最後しんどいの撤収かなと思ってたんですけど、この子やったら楽しく撤収ができそう。これもセールスポイントになります。
すごい。ねえ。見逃してしまう。一番大切だ。あのまた設営の動画、E メールでお送りさせていただきます。すごいな。今お二人出てこなかったらいっぱいやるとこでした。危ない。映像を送るんで許してやってください。あるんですけど、まあ品質はしっかりしてました ね以外に。あと8個国内に在庫があるので、ちょっともう頼もうか。ああ、そうですか。次のロットはもういつ入ってくるかわかんない。取っときましょうかね。まずっと、じゃあこれね、あのうちの家族をちゃんと嫌いじゃないですけど、節約とかそんなのはもうお父さんのところでやってもらって。お一回戻して、うん、ですね、うん、僕もびっくりしてます今。今までで一番上手に畳みそうじゃないですか。ちょっとやっぱええとこ見せようかなと思って。また上と下は分けて畳むかと思ってたの。違うね、もう一緒ですね。一緒だよね。一緒です。分けなくても畳めるような仕様になってて、うん、あの、うん、できてるよね。国内在庫あと8個なんで、よかったら1個押さえておきましょう。いやでもそれだったら今後ローンチする弊社のサービスで設営したところにいろんなあれを持ってきていただいて、あのマッパーにはいメッセージのはいあのメッセージをしたいんです。キャンプ、キャンプガーディアンのキャンプ、あのアウトドア。僕はどっちかっていうともうあのネットメディアだったりとか SNS でしっかり拡散してコアなユーザーさん少ない数にターゲッティングしていくみたいな。お金儲けよりもそのお客さんとお金ももらって仲良くなって家族ぐるみで子供と一緒に子供が育っていけばいいなっていう感じなんで、まあでもこれを設営するとなるとブースがすぐ立つですよね。うん、これだったら何本？150万。200万ぐらい3日間でいりますよ。そんなにいるんや。一番小さいの46とか48だったんですかね。すごい。2.7 メートルの3メートルで。うわ。すごいな。もし出されるんだったらあのなんかこう小屋組とか僕作れるんで。撤収可能な。とりあえずあの出すことを考えてるんですよ。一番小さいです。あのここまでプロモーションでじゃあ映像撮りに行きましょうか。あのドキュメンタリー的な感じでお約束しておきます。プロジェクト X みたいな感じでどうした。どうなることやら。今でもポータブルサウナ結構出てますけど、やっぱポータブルお風呂って国内でまだ出してる人いないですもんね。と思うんですかね。すごいブルーオーシャンですよね。欲しくて僕も調べてたんですけど、ここ2年間ぐらいやっぱ海外線がやっと今年入ってきたかなっていうぐらいで、
めっちゃ高いでしょ、海外製のやつね。高いっすね。30、40とかしてね。しますね、平気で。ポッ！お、お、入るんじゃないこれ。これは一発で。あ、ありがとうございます。ありますか？一発で入りそうよ。ちょっと思う、手伝ってみたことあるな。これ、余裕があったりして。ちょっとこっちさっき入れます。はいはい、わぁ、すごい！すごい！すごい！完璧やん、これ。あ、すごい！うわ、かかってる。ありがとうございます。素晴らしいな。これはすごいぞ。そこ今の映像撮ってるんですか？今撮ってます。あ、撮ってる、はい、大丈夫です。あの、かぶってないんで、いい感じに、はい、おー、すごい。今の完成が多分いいアクセントです。みんなすごいっていうところが完成入ってるから。オープニングそこ使わせてもらいます。全然ワートらしくない完成ないから OK ですね。どうですか、持ってみます。いやいや、テントだけでこれですか？ぎっくりならないから。これは野瀬くん、これはいかんの。君の仕事にぴったりや。でもギリなんとか持ち上がる重さなんで、うん、なんていうんですかね、ちょっとこうやってみたい感じがふつふつ出てくるぐらいの重さなんで。もう車が近くに欲しいですね。あ、でもあれカート乗りますよ。あ、なるほど。すごいわ。あのね、使わない時はこっち探るね、こう立てててもらって、ね、あ、そうですね。こうスリムな、サンドバッグになる。すごい、ありがとうございます。皆様のご協力のおかげで一発収納可能になりました。ありがとうございます。俺の勝ちやな。え、私が最後にかけたの。あ、そうか。じゃあその掛け金の何パーセントかは いっぱいやりましょう。出しましょう。